国のケイノさん、明けましておめでとうございます。ケイノ、新年の挨拶も大事だが、まさか忘れているんじゃないだろうな。何をですか？冬休みは今日で終わりだ。そして明日から福島日産では初売りが始まるんだ。初売りってあの？そうだ、福袋がもらえたり、サイクロを振ってスペシャルな初売りだけの特典があったり、超お得な初売りパッケージがあったりする、あの初売りだ。ベア長が福袋に入ったり、サイコロの代わりに転がされたりな、ベア長が見れるかもしれない初売りですね。なんだと。まあいい、とにかく冬休みは今日で終わり、明日から福島日産では初売りが開催されるんだ。皆様のご来店をお待ちしております。